はい、行くで。クイック&パワートレーニングな。はい。はい。で、まず5秒間壁キックダッシュで、そのままプッシングを右手5回、左手5回、なるべくこれをノーブレで行ってくださいね。はい。でこの状態からで今度は肩骨ね、肩骨スイムで真ん中まで行って、でんぐり返り、ここまでね、これが奇数ね。はいはい、20秒間隔ね。はいはい、だから20秒以内に終わらせなあかんね、この動作ね。はい、大体20秒ぐらいのね、ダッシュで行ってます、パワートレーニングね。はいはい、行こう。はいはい、はい、5秒間はい、でプッシングを5回右左ね、やってから肩骨ね、肩骨で行きます、ダッシュね。はい、行こうよ。はいはい、でこっち側は今度懸垂ですよね、プール懸垂ね。ほんでハイタッチエントリーですよね、あの遠いところにエントリーができるように、持っていってます。ほんで片足一応ね落としてのフルのダッシュをね。でこれで腕にちょっと負荷をかけてストロークをね鍛えていってます。はいはい、上向きでトントン、一番遠いところに手を置いてきてや、そう、遠いところにコンとこう手を置いてくるね。はいはい、で片足落としてプルで出しやで。はい、片足落として抵抗つけてプルで出しやで。はいはい、遠いところね、遠いところね、トン。はいはいはい、そう、片足落としてプルで出すね。はいはい、なんで、ね、頭が上にクンと移動するようにね。はい、そうはい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 、トントン、そう、トン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 、テンポもしっかり上げながらね。はいはいはい、ほんで片足落としてフルでダッシュね。はいで、これをね1分20秒サークルで8本いってます。はいで、これで今日はまあ奇数はこの原骨でね、原骨でまあとりあえずテンポを上げて、で偶数はそのテンポに落とさないようにして負荷をかけてトレーニングを積んでいってます。はい、スプリント強化したい人はこれをまだやってみてください。1分20秒サークルで8本今日は行ってます。